こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中切れでは中から綺麗になる情報を発信してまいります。今日のお題は捨て活のメリット4選ということでお伝えしたいと思います。今までたくさんの断捨離捨て活の動画を上げてきました。私がいろいろなものを捨ててきて、物を捨てるだけじゃないという効果をひしひしと感じておりますので、そのことについて今日は4つお伝えしたいと思います。1つ目、良いものだけに囲まれる。2つ目、時間ができる。3つ目、お金が貯まる。4つ目、心身ともにすっきり。以上4点についてお伝えしたいと思います。1つ目、良いものだけに囲まれる。物を減らすという作業をしていくときにですね、自分が本当に好きなものだけを残していくという意識に変わるんですね。とりあえず取っておくということがなくなり、自分の好きなものだけを身の回りに置こうという意識に変わる。そのことで自然に自分の周りには良いものっていうか、自分にとって良いものですよね、だけになっていくということになるんですね。で、セール品とかを買わなくなりますし、安いからといって買うということがなくなります。100均だからいいかなとか、惑わされにくくなっていくんですね。セールって本当に危険で、セールに出てるには何か訳があるわけなんですよ。倍の値段で売っていたものを半額にする理由っていうのは必ずあるんですよ。同じようなものが、色が違うだけで、洋服とかも倍の値段で売ってたりするわけですよね。でもそれでもそれが売れていくということは、その半額になっているものには訳があるということなんですね。それに気づくとですね、そこに惑わされずに買えるようになる。それでもそれが好きだって思えるのかどうかっていうところなんですよね。なるべく買わない意識にしていくと、本当に自分が気に入った服でも何でも妥協せずに買うということができるようになって、物は少ないんだけれども厳選されたものだけが身の回りに残っていくということになるかなと思います。2つ目、時間ができるということです。物が減るので選ぶ時間が減るんですよ。洋服でも何でも、日々使うもの、食器、文房具、キッチン用品、選ぶ時間が減る。人って1日に9000回ぐらい選択をしてるらしいんですよ。いろんなものを選んでるものが9000回ある。9000回選ぶときにですね、10種類の中から選ぶのか、2種類の中から選ぶのかで全然その時間って違ってくると思うんですよね。時間が圧倒的に増えるというメリットがあるのかなと思います。有名な話でスティーブ・ジョブズさんは同じ服を着ていて洋服を選ぶ時間を持たなかったということが知られています。で、割と有名な起業家さんたちもそういうことを言ってる人が多いかなという印象です。3つ目、お金が貯まる。物が少ないの で一個一個厳選された割といいものってなると、その単価としては高くなるとは思うんですけれども、無駄遣いが減るんですよ。それを長く使えることになりますので、お金が貯まっていく。気に入ったものを最後まで大切に使うということで、その無駄遣いが圧倒的に減るし、衝動的に、とりあえず買っておこうみたいな気持ちが減っていくので、大切に選び大切に使うという意識にシフトしていくおかげで無駄遣いが減っていくと思います。物だけじゃないんですよね。そういう生活に切り替えていくことによって、いろんなものに対してこれが無駄かなどうかなっていう意識に変わっていくんですね。なので断捨離っていうのは、ただ物を捨てるだけではない、いろんな効果があるのかなと思います。それによってお金の使い方っていう意味でも意識が変わってくるような気がしています。4つ目、心身ともにすっきり。物理的にももちろん物が少ないのですっきりします。やはり目から入る情報ってすごくて、家の中がもう物で溢れていると、日々その中で雑然とした感じで暮らしていると、思考もぐちゃぐちゃになってくるんですね。なので心もすっきりしないということで、精神衛生上も良くないんですけれども、物が少ない、そしてその少ないものが自分の好きなもの、お気に入りのものだけになっているってなると、もう見るたびにワクワクするし嬉しくなるんですよね。こう物理的にも精神的にもすっきりして、体にもいいのかなという気がしています。今日のまとめです。捨て活のメリット4選、今日お伝えしたいポイント4つありました。1つ目、良いものだけに囲まれる。2つ目、時間ができる。
3つ目お金が貯まる、4つ目心身ともにすっきり、以上4点についてお伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。ただ物を捨てるだけではないんです。こんなにいいことがたくさんあるんですね。やたら物を捨てるっていうことにこう抵抗感のある人がいるかもしれませんけれども、逆に言ったら自分が不要なものを今まで買ってしまっていたということにもなるんですね。最初一旦捨ててすっきりした後にはもうそれ以上買わないように気をつけるということですね。本当に自分が必要で欲しくて気に入っているものだけを買う意識に変えていくということが必要なのかなと思います。でそれによっていろ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 良くなると思っています。よく運気が上がるとも言いますけれども、自分の心がすっきり、この身辺がすっきりするだけでですね、運気って上がっていくと思うんです。やはり余白がないといいものって入ってきませんから、それによってポンポンポンといろいろがうまくいっていくんじゃないかなと思います。今日の総まとめです。人生変えたいなら捨て活してすっきりして中綺麗になっていけたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。